はい、ムズです。よろしくお願いします。そしたら続きをやっていきたいと思います。確か、メガネストーカー野郎が、なんかしてくるのかな？結局こっちには来ないのか。もう一緒か。あいつはどこにいるんだ。こっちかな。あ、そうか。やべやべやべ。どっかでおトイレタイムに行かないと。走れないし。どうやって走るんだ。戻るか。戻るついでにこれ確認。お。どうして逃げるんだ？あれ？やっぱこっち来ねえな、あいつ。来るか？来たな。こっち来るか？わかんねえな。上にいた。あ、そう、当たってたんだ。こっちじゃないのか。どうせあいつすぐワープしてくるから。一緒か。一緒どうしてか。逃げるんだ？来るか？なぜ逃げるんだい？ねえ、ま、一緒にお兄ちゃんを探し、なぜ逃げるんだい？ねえ、一緒にお、なぜ逃げる？ねえ、一緒にお兄、立ってたらこうなるか。来た。
めっちゃ連打してたな。こっち来るか？あ、隠れなくちゃ。どこに？怖い。うわ、終わった。閉じ込められた。はい、はい、人違いです。人違いです。何？真っ黒な目で床を睨みつける女の子の霊。よく見るとその顔には左目がなかった。霊の手元でせわしなく開け閉めを繰り返すハサミの音が世界に響き渡ります。返して。で、人違いです。あれ、なんか落ちた。床のお守りを落としました。侵入書いてる。書きすぎでしょ。いや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 、怒ってる怒ってる。んで？いやいやいや、書きすぎだって。なんで触らない？触れないのか？あれ？お兄ちゃん、どこ？戻りたくはないけど、とりあえずちょっとイベントが。その前にセーブシーン。安心セーブ。上だな。あ、ヒットポイントも回復。いけるか？うお、やばい。返して、返して。え？あれ、ここはなんかバッドくせえ。
楽だからお兄ちゃんを起こして怒らせてから寝よう。なんてかわいい。で、おむすびをもう一杯飲んで寝る。決定。かわいい。返して。え？ん？返して。返して。もしかしてバットじゃない？いや、人違いです。バットくせー。目の前に浮かんだ青白く光った女の子の霊。よく見ると、その眼下にはあるべき左の眼球がなかった。ほんと人違いですって。霊の手元でせわしなく開け閉めし、不快な音を立てていたかと思うと、スーッと床の顔の前に突きつけられる立ち切りバサミ。むくられた刃先はん？結婚で錆びつきボロボロだったが、それだけに人体を傷つければ危害を加える残酷な、後味があった。あなたの目じゃないですよ。潰れた声で繰り返しながらゆっくりと顔を近づけてくる少女。動かないよ。お兄さん。大変。めっちゃ怒ってる。つうかお前トイレにいたろ。読みたくない。うわうわうわ。刺さったままのハサミを反射的に抜こうとするが、触れるだけで頭の芯に激痛が走る。全てが今まで味わったことのない虐待体験であった。非虐待、もう分かんねえ。心臓の鼓動に合わせて押し寄せる、わかんない。ずっと激痛の波になすすべもなく、ただ泣きつぶれ、泣きつぶ叫ぶうちに、いつしか意識は途切れてしまった。防衛本能だね。バットだろ。返して。いや長いよ。返して。
まあ一応こういうのもありましたというところで、もう次2回3回はもうちょっと長すぎてあったとしても、カットしましょう。システムデータ、そもそもあんまりあいつら男の子の次は女の子が、向こう行ったらトイレに行けるかなと思ったけどな。もう行けない、こっち行けない、もう。あっ、え、誰と、ごめん。え、え、そんな格好してたっけ？嘘つけ！よく一人でしない。そうそう、嘘つき嘘つき、投げよ。あれ？ん？怪我はないかい？君は？誰？私は持田ゆかって言います。そう、僕は木佐美優也、白檀高等学校の2年だ。木佐美、木佐美っていう名字ある？聞いたことないんだけど。ゆかちゃんと言ったね。君も幸子さんの、はい、あの女の、電波女のせいでみんな巻き添えになってます。禁断のおまじないでここに閉じ込められたのかい？あ、なんか知ってんのか？わかりません。わかりません。そうか、さっきお兄さんと言っていたね。言ってました。一緒なの？僕も妹とはぐれて探しているところなんだ。もしかしてその妹というあれは、もうあれだよ、あれしてるよ。妹の子もここに？うん、よかったら一緒においで。君のお兄さんを探そう。はい、生きているものはできるだけひとまとまりになっていた方がいい。そうなんです、俺もそう思ってるんですけど、あのこのここにいる連中すぐ一人になりたがるんですよ。僕の妹も君のように泣いているかもしれない。叫んでましたね。一緒に探してくれるかい？はい。お兄ちゃんを見つけてください。てかあいつどこ行ったんだよ。わかった、大丈夫、きっと見つかるよ。ん？ん？あれ？アイテムは？ない。おあ、セーブはしよう。まあ一番上でもいいでしょう。よし、はい、関係ない、これじゃ通れないな。あ、よし、ん？動かしてくれる？力持ち、名前なんだっけ？こいつ説明書載ってたっけ？あ、載ってる。
刻み優也、年齢17歳、身長186センチ、たっけー、186って、この人何かしてくれる？あ、もしかして、自殺もあった音楽室。いや、止まりそう。はい、止まった。どうせ上に行ってもいけないから、ストーカー野郎が多分ここから来るもんね。あら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 、多分こいつは、この男は安心できるでしょう。あれ、おいおいおい、いや、おい、これって教室の中にあった。そうそう、あったあった。どうしたんだい？気のせいです。見に行くよ。セーブさしね。呪われた。あ、なんかやる。3。え、ちょっと待って。え、ちょっと書こう、3が、つつえしれ、右ラメよ、ラメよ、で、おか、つなげたら音楽室。ちょっと待って、2番目どれだ。音楽音楽室、つの間に音楽室、つの間なんだ。音楽室のか、音楽室の、ん、まだ足りないのか。くそー、メモった文字が汚い。1とか2とかな。右、右、右、楽譜、ちょっと待てよ。わからん。
ここまでやって結局、あ、ちょっと待って、右の、はい、無反応。はい、無理。ヒットポイントあったね。これがあなたの妹じゃないですか。大丈夫かい？これはひどい。え、違う？ゆかちゃん、子供たちの幽霊は見たかい？はい。見ました。校内の張り紙やダイイングメッセージを僕もいろいろと調べたんだが、あの子供たちを殺害した大人の霊もいるんだ、ここには。います。鉄槌を持った大きな男、どうやらそいつが犯人の霊だ。君も気をつけるんだよ。僕の仲間も何人も何人も何人もあいつや子供たちの霊に殺されてしまった。何人も何人も何人で来てんの？とにかくバラバラでいると何が起こるかわからない。僕の妹と君のお兄さんを早く見つけよう。お兄ちゃん大丈夫かな？え、違うのか、こいつじゃない。え、どうしよう。てっきりこいつだと思って、あ、ちょっと2階に、2階、3階、3階。トイレには行けないし、あの子供、あ、ちょっと待って、おまじないじゃないよ、なんかトイレに落としたな。もういないだろ、あいつ。ここじゃなかったっけ？あれ？気のせいか？ストーカー野郎の いなくなってる。あ、ここか、ここだ、ここ。あー、取られてる。あ、どうしたどうしたどうした。ん、わかんない。ということでこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てくれたら嬉しいです。はい。